はい、どうもアリホンです。同じ日に何本もね、動画撮るんで、今日も花粉症です。お願いします。花粉症パワーで頑張っていきましょう。まあ、なんか相手のフィットでもね、花粉症カラーなんで、まあ、ちょっとこれは何かの運命です。お願いします。なんかフィットでなんかあるかな、魔人剣の当て方だったり、なんだろう、メテオの仕方だったり。もう出張しちゃう、もう出張しちゃう、もう出張魔人剣しに行く。あー、今の危ねー。今のあれメテオ判定で死にますね、マジで。フィットで あの横振りのサッカーボールの頭にはあのメテオ判定がありまして、今絶対当たっちゃったんやけどな、なぜか当たりませんでした。ジャックからレッキキャン。あー、ほらこれ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 、なんでさっきのなんだよな。2回目決められたもん。あー今のメテオ当たるんやな、衝撃当たるんですね。怖え怖え怖え。相手も絶賛メテオを見合っている、怖すぎる。危ねえ、絶対当たんだよ。ああもうメテオ合戦しようぜ。怖いわ、怖い怖い怖い。よし、こっから怒涛のコンボを狙っていこう。狙えず、あーめっちゃ当てづらい。めっちゃフィットで、なんかすごい細いっすねこいつね。魔王がでかすぎるだけ。あの魔王ね、身長2メートルらしいですね。なんか最近友達から聞いたんですけど、魔王あの身長2メートルあるっぽいですよ。びっくりしましたね。 NBA プレイヤーと思って。でもよう考えたら NBA プレイヤーの方が、まあ、ガンドリもでかいんですよ。 NBA っていうあのバスケのさ、アメリカのさ、プロの平均身長知っとる？ 210センチぐらいじゃなかったっけ、まあ、200センチ強ぐらいね。がね、あ、なんか出た、がね、なんか NBA プレイヤーの平均身長らしくて、まあ、ガノンはどうなんですかね。あの NBA に行ったら、まあ、ちょうどいいぐらいなのかな。おいおい、親しいなリドリーリドリー親しいな。開幕ウェビーは読めない。さあやっていきましょう。最近リドリーの動画ないですけど、ほんまに勝てないんですわ。ちょっとすんませんね。できればね、リドリーの動画も出したいんですが、ほんまに勝てよ、ボーイー。そういうのありあれ帰ってくれるんですね。なんか新しいリドリーの可能性を見たいもん、これ今。さよならあれ、真下に落ちるんやな。リドリーには負けられねえ。さあ、DA から、上、魔人剣狙っていけ。ラッキーよしよし。まあ、魔人剣やられたらね、まあ、ビビるのは普通ですよ。誰でもビビります。はい、あー何もできんだ、怖くて何もできんだ。横をビビしてもよかったんやけどな、ちょビビっちゃいましたわ。おうおう、さよなら、掴んでなあ。よくコメントでラリホンさんの世界戦闘力は、まあ、いくつなのかとか、まあ、VIP なのかっていう話、あのコメントを見るんですけど、まあとりあえず、まあ、言及すると VIP ですね。 VIP で、まあ、VIP の中でどれぐらい強いんか、世界戦闘力どれぐらいって言われても、まあ見る時期によってね、まあ、戦闘力変わってくんで、平均は、まあ、なんとも言えないですけど、あの VIP マッチの中の、まあ、上中下って、まあ、するんならゲですかね、多分俺 VIP の中のゲーレベルやと思います。でも自慢ですけど、まだ VIP から落ちたことないこれはこれだけ自慢。でも多分世界戦闘力的には VIP の中でも多分ゲーぐらいやね、多分ですけど。あたててやっちまった。3ストックか、2ストックのもうね、 Wii U 版の感覚あるんで、本当にもう1ストック奪われたらほんまにヤバいっていうね、感覚がすごい残ってるんですよ頭に。今のしんどったらやばかった。よし、 96%。 あー危ない、やべ、死ぬかと思ったマジで。一緒に死のうぜ、一緒に一緒に一緒に。あ、ちょっとそれせこないですかね。ちょっと掴んで欲しかったな。あい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 、ダメ、あい、あー掴む前に上火暴れ、素晴らしい。よいしょ、ダメ、よいしょ、よし、怖いんだなそれ。さあしっかりコンボつなげて、まだ死ぬ時じゃないよ俺、まだ死んじゃい、さっきと一緒、もう一回、あーいいっすね、騙されたな。あー危ない、
今の量俺反応したわ、あれ割れるって。よいしょ、こっち。嘘、まだ死にませんよ。マジ怖い、マジ怖え。え、やばい。よし、読み合い回避。よーし、あ、嘘、死んだか。耐えるんですね、怖っ。ああ、お願いします。ゲームを、あのゲーム王のジャッジでね、まだスペシャルマンになってから、たまにね、あのいろんなキャラ使って友達とかと、ね、あの知り合いとかとスマブラするんですけど、まあ、そういう時、まあ、ガノン以外のキャラも結構使うんですけど、いまだねちょっとあのゲーム王でジャッジの Q を当てたことがない、当てられたこともない気がする。だからちょっと当てれてください、お願いします。スペシャルジャッジ Q 童貞を奪ってくれ、俺の、お願いします、奪ってくれ。そんなコックさんになっても困るんですわ。あ、死んでこれ、死にそうで怖いな。埋まる、あれ埋まるんだ、知らなかった。ゲーム王のこと全然知らなかったけど、事故っちゃやーよ、危ねえ。もうれっきでいいんかな、ゲーム王は。そんな気もするけど、やめろー、弱で反抗していけ。うおー、ちょっとジャッジ級童貞奪ってくれ、お願いします。おー、よし、負けたくない。お、うまい。もうせめて倒すならさ、ジャッジ級で倒してくれや。マジか、突破できねえ、デッキ格で突破できない壁があるとは知らなかった。ちょっと、あー、魚フライがビーフが、魚フィッシュビーフが飛んでくる。あらー、コックさーん、やめようよ。コックさんやめようよ。うわぁ、もうジャッジして、もうジャッジしてくれたらもう悔いないから。ジャッジを狙ってくれ、お願いします。ジャッジしよう、ジャッジ。あ、ミスった。やっちまった。埋まるー、あかーん。やめろ、そのフィッシュ、ビーフ、フィッシュ、ビーフ。フィッシュ、ビーフ、ハンバーグ、ポン死ぬんだな、あれ。フィッシュビーフハンバーグコンボ決まりましたね。ちょっとこっから逆転したいんだけど、いけるこれ。こっから逆転するね、ビジョンが見えん。もう100きつすぎないかー。さあ、お願いします。ゼルダすごい嫌なイメージありますけど、本当に Wii U 版と比べたらほんまに可愛いよな。でマジでほんまに可愛いと思う。そんなゼルダに当てられない、魔人剣を可愛い女の子にね、魔人剣あったくなるのはやっぱ当然の結果なんですよ。惜しい。うわ、あー、今の当たんないんだ。当たり判定謎、割れちゃいなよ、言う片言なった。やめろファントム、魔人剣忘れてくる、バーン、ダメー。近寄ってこい、可愛いお嬢ちゃん、おじさんの方に近寄ってこい、さいなら。よし、いやー、ほんまにウェビーバースト優秀やよね。優秀すぎ？マジで。つかめ。あ、な、なに？手長、足長族なれよ。あー。そう、飛び道具とかそういうね、遠距離技をね、うまく使える人はほんとに尊敬する。まあ、やられとって辛いのはあるんですけど、やっぱり自分が使ってみたら、まあ、実際できるのかって言われればできませんからね。飛び道具使う人もやっぱりね、尊敬の、志がね、志してね、尊敬の心大事ですよ。はい、ダメ、まあ、俺はもうインファルスが無理です。あらー、 50% か、横スマイ死にそう、あかん。さあ、今日クソジャスがしていけ、なんかしたいね、なんか見せ込むしたいな。魔神剣じゃもうみんな、なんかもう麻痺から、なんかもうなんすかね、なんていうのこれ、魔神剣じゃもうみんなもう喜ばんのじゃない。なんかもう魔人剣以上の技追加してもらうな、なんかもうみんなちょっと感覚麻痺して、もう魔人剣でもなんか物足りやんとか言ってきそうじゃない個人的にもう俺がそうや、もうなんかもう魔人剣じゃなんか足りやんわ、もう魔人剣以上の大技くれ、マジで。桜井さん、お願いします。こっち、あかん、ジャスができない、もうジャスが魔人剣とか
なんかもうなんたら読み魔人剣とかそういうのをなんかもう魔人剣になんかもう家庭がないとやっぱり俺はなんかもう嬉しくないわシンプルな魔人剣ってなんかもう嬉しくないわ何を言ったん俺は。だからシールドブレイクしてからのさ魔人剣とかさなんか気持ちよさが足りんわマジで。やっぱ呼んでいいけこういう感じに。だからうまいこと決めさせてよ、かっこよくさ決めたいねん俺は。敵ダメ、シールドブレイクはいりません。ああ、そんなこと言うとたら負けそう負けそう。おお、なんか勝手に上強打しとって勝手になんか当たりそうやった。あれファントム長押し知らない、なんかすごいひょろい騎士なんですね。鎧大変やこれ、大変やなこれ。あのファントムの世話するの大変やな多分な、世話だからね。あー割れたかったんやけど、でも負けそう、やべえやべえマジでやべえ。ここ慎重に行こう、アリホンさん慎重に行きます。ジャンプギリギリセーフ、まだですよ。ペー